電気自動車といえども四駆なので結構男らしいというか、その武骨な内装だったり外装がかっこいいなと思いました。四駆だけど音がかなり静かで、結構加速したりとかコーナリングでも全然大きい車っていう感じはあんまりなく、かなりクイックに動いていくのは楽しかったです。